ちゃん。はい。あ、窓の外を見て待ってんの君。大丈夫だよ。はい。はい。相変わらずピントの合わないボンちゃんだけど、もう帰ってくるよ。もうって言ってもですね、今日は朝4時半に、パパが目が覚めてしまって、その起きたのを見てボンちゃんが、あ、起きたと思って甘え始めました。甘え始めたっていうか、ずっと泣いています。パパが起きる前から泣いております。そうだね、夜中2時頃に、起こされている人もいますが、ボンちゃんが泣いたから起きたんじゃないの？いや、僕が起きた時は寝てたの。あ、そうだっけ、うん、ただ、ずっと泣いてはいるのね。目が覚めると泣くの で、早くジャン君を迎えに行きたいんですが、まだ病院空いていません。今は5時43分です。これからちょっと散歩にでも行って、体を整えて迎えに行きます。はいはい。ポンちゃん。ポンちゃん。もうちょっとだから、また。はい。もう少しだよ、ポンちゃん。さて、ジャン君を迎えに行ってきますよ。ちょっとまたこの音をですね。健一郎の iPad で再生します。はい、どうぞ。さあ、ポンちゃん、ちょっとお待ちください。あれ？調子悪くなってきてる、カメラ。はい、じゃあちょっと、あれ、なんで、はい何度もはい言ってます。はい、それではジャン君を迎えに行ってきます。一旦マオイママさん荷物取りに来ると思うけど、おとなしく待っててね。行ってくるよ。はい。退院の日にはふさわしい晴天です。雲もほとんどない。あ、下の方にちょっとあるぐらいでね。さあ、病院でジャン君が待ってます。ポンちゃん、ポンちゃん、
ポンちゃん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 。ちゃんつもおいで。なんか前とはちょっとまた違う。前よりちょっと大きいかな。あの花びらみたいになってないね、うん、バラみたいになってない、うん、まあ本当にこれ1個だけでしたんで、あ、はい、そうです。大きいやつ1個、はい、あとは元気になってくれれば、あと、はい、あのこれ、エリザベスカラー、あ、それでつけます、はい、持ってきましたので、はい、これ膨らますね。はい、ジャン君、はい、はい、帰るよ。怒ってんのね。またシャアが始まったそうです。家に帰ったらもう大丈夫でしょう、きっとね。行くよ。はい、怒ってんの。はい、シャン君帰ってきたよ。ポンちゃん、よいしょ、ポンちゃん、はい、ちょっとエリザベスカラーをつけ直すから、ジャン君そのまま待っててくれる？家に帰ったよ。はい、はい、はい、ジャン君やっと帰れたね。はい、パンちゃん、ジャン君帰ってきたよ。あれ、はい、首はしようね。はい、できにくいね、やりにくいね。はい、ただね、ジャン君首はして、お、ほい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 、ね、でね、これを、はい、はい、はい、どうぞ、出られる、自分で出られる、出られる、出してあげよう、出してあげようか、はい、はい、はい、いやいやね、そうね、リジャベスカラー嫌だね、はい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 、あらって、はい、どうぞ、はい、はい、あらららら、あっち行っちゃった。ジャン君そっち行くの？ポンちゃん、ジャンク帰ってきたよ。よかったね。
ちゃん、うん、ポンちゃん、ジャンク行っちゃったの。ジャンくん帰っといで。うん。はい。はいで。あ、調べてるの。うん、まあ、しばらくしたら帰ってくるよね。はい。ジャンくん見に行く？ポンちゃん、ジャンくん見に行く？うん。見に行こっか。そっちにはいないよ。なんかね、向こうの部屋に確認しに行っちゃった。狭いよって。うちの部屋は狭いよって。はい。ジャン君、こっちの部屋の方がヒーターついてて暖かいし。ね。はーい。はい。帰ってきたっぽい音がする。はい。おかえり。ジャン君、おかえり。うん。はい。ジャン君。おかえりよ。ジャン君、おいで。はい、おいで。ジャン君。私のカバン置きっぱなしなんだけど。ジャン君、ジャン君。ジャン君そこに。あ、じゃあポンちゃん迎え行って。あ、迎えに行って。うん。ちょっと私コートとかも、うん、あそこに脱ぎ捨ててきちゃったのに。ジャン君、おいで。ジャン君。おいで、おいで。もう痛いことだんだよ。うん。ちゃんと痛み止めの薬ももらってきたからね。まあまあね。よし、じゃあちょっと乗ってよ。ちょっと、あ、逃げた。あ、やばいからこっちに。はいはいはい、はい、いいよ。え、あの、おいで。おいで。うん、みーちゃんもね。はい。食べる？あ、冷たく。冷たぎ、冷ぎ、冷ぎ。ほら、もううちでしょ。ね、はい、どうぞ。買い取り食べられる？食べられるかな？大丈夫かな。大丈夫だね。あれ、どうぞ。うん、これ、はい、とりあえずこれしかダメ、食べられないのよ、ちゃん。はい、帰ってきたね。帰ってきたね、パンちゃん。よかったね。ちゃんくんが帰ってきて嬉しいね。うん、うん、そうか。はい、はい、はい。ポンちゃん、1個だけお願いがあります。ちょっとテンション上がっても、ジャン君を追い回したりしないようにお願いしますね。大丈夫かな？少しゆっくりさせてあげてくださいね。うん。ジャン君頑張れ。それでしにくいかな？おしっこ我慢してたかな？どうだろうね。病院にいたからね。はい。はい。ちょっとだけ浮いてますけどね、お尻。ああ、血尿だね。血尿、最初のうちはね、1週間くらいは、うん、あの血尿出るでしょうって。わ、いっぱい出たね。でも量がいっぱい出たってことだから、うん、いっぱい出たね。さあ、あとは療養です、ね、ちゃんくんをあんまりバタバタさせないように、うん、ちゃんくん後ろから黒いのが迫ってますよ。なんかニオンかな、ポンちゃん。なんか病院の匂いする。病院の匂いがね。でも最近の病院ってあんま匂いしないよね。まあね、僕らの感覚ではそうだけど。そうだね。さあ、じゃあ普通通りの生活再スタート切ります。はい、ちゃんくん、帰ってきてすぐで申し訳ないんですけれども、神社にお礼を言いに行きたいんですよ。そんなすぐ行かなくてもって思うかもしれませんが、やっぱ神様の心象が違うと思うのね。すぐ来たねって思われたいわけで、というのもですね、その後に仕事をくださいって、あの、どうもありがとうございましたでですねっていうのがつくので、あの、ちょっと行ってくるね、まあ、チャリンコに乗ってガーって行ってガーって帰ってくるから、すぐ戻ってくるんで、パパの録音がうるさい。ポンちゃんもよろしくお願いします。ジャン君今ちょっと体調が優れないと思うので、ポンちゃんにお願いしますね。あ、分かったって言ってるんだね。はい、お願いします。
礼に参りました。よいしょ。あ、置けない。そして男岩さんもよろしく。どうもありがとうございました。映さないように下だけ撮っていいか。神社でお願いをするときに、住所と名前を言うっていうのをやっているんですが、一度も噛まずに住所が言えたことがありません。まだ住所ちゃんとスラスラ言えないのね、4年住んでるのに。ただいま帰りました。音止めようね。どうだった？おとなしくできてたような気がするけど、まーちゃん、まーちゃん、ジャン君を気遣ってあげてくれましたか？すぐ帰ってくるって言ってどのぐらいかな、30分ちょっとかかっちゃったかな。はい、ジャン君おいで。はい、どうぞ。ジャン君は手術以前と同じように、またはもっと甘えるようになっています。これがあれば回復だね。いつものジャン君だね。はい。いい感じです。さあ、ジャン君、お誕生日です。10日です。はい、ジャン君はよくご飯も食べて、トイレも行って、健康が戻ってきています。甘えるのもいっぱい甘えてね。あとはよく寝ましょう。もうそろそろお休みです。ぽっちゃんもね。ぽっちゃんおやすみなさい。